教科教育教科複合実践研究コース人文社会領域社会分野の説明を担当します山形です。よろしくお願いします。社会分野では社会科学教育学と社会科に関わる人文科学社会科学自然科学の小領域について総合的専門的な研究教育を行っております。それらを教育実践に有機的に関連づけることで高度な 教科指導力を備えた教員を育成しております社会科に関する力をつけたい方にぜひ関心を持っていただきたいと思っております社会分野では教科に関する専門的学力の鍛錬と教育者としての高度な資質能力の研鑽を行うことで社会科に関する力を持った得意分野のある教員を育成しております 何らかの得意分野を持つということは教員にとってとても大切なことだと考えております。そのために社会分野では人文科学社会科学自然科学社会科教育学などの専門的学問領域を専攻する教員時による講義や演習を通じて社会科に関わる学問の力を身につけること。 そして学校現場における実践経験や実践的な講義演習を通じ実践の力を身につけることこの両者を合わせて社会科のプロフェッショナルを育成しております。現在社会分野には地理学歴史学宗教学法学経済学社会科教育学の 小領域を専門とする十一人の教員が所属しておりますそれぞれがきめ細かな個別指導を行うとともに全体での集団指導を行い学術的に高度な総合的専門的指導教育を行っております社会分野では共通科目のほかにコース別選択科目・実習科目が開設されます コース別選択科目の中のプロフェッショナル科目としては社会科に関わる教科内容について学習し教材として活用する能力を身につける科目社会系授業づくりに関わる教科教育学の基本的な考え方を踏まえ社会系授業構築の能力向上を図る科目社会系教科教育実践に関わる課題について主体的な学習を遂行して 社会系教科教育のプロフェッショナル性を高める科目などが解説される予定です。豊かな自然環境と歴史と文化の香りにあふれる、この上越の地で、あなたも教員としての資質を高めてみませんか。私たちは心から歓迎したいと思っております。以上で説明を終わります。ありがとうございました。